ばんは。あ、間違えた、こんにちは。もうどうしよう、こんばんはがやばい。やばいですね、これは。チグボアさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ちょっとテロップ書かせていただきます。こんにちは。はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちは、ショボさん、アイスクリームありがとうございます。おうちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ミレーカフェ、そうです、今日ミレーカフェです。調子はどうだい。調子いいですよ。調子いいですよ。今日うさぎだと、アイコンが変わった、アイコン変わった。こんばんは。こんばんは。こんにちは、こんにちは。ファンクラブの開放、あ、届いた、あ、届きましたか。いや、ちょっと10期がね、一番ね、最後ら辺の方に映ってます。はい、私も映ってます、ちょっと。クッキーさん、花束ありがとうございます。トシさん、だるまありがとうございます。ミレイちゃん、ふわり、マリリン、パールちゃん、こんにちは、こんにちは。時間ぴったしさ、時間ぴったしに配信できた。待ってました、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。みつあみかわいい、ありがとうございます。イエイ。SK48 ファミリーからね、あの解放届きましたね。こんにちは、こんにちは。解放きたきた、お、イエイ。今日は何やるの。今日はですね、ミレイカフェをね、もうやってね、そしてダンスもやりたいと思ってます。昨日じゃない、一昨日ちょっと 1時間だけやったんですけど。あ、カメラが届いてる。僕カフェオレか。あ、そうそうそう、カフェオレ。はい、今日はですね、あのコーヒーとアイス、あの暑いのでね、今日はアイスのカフェオレもか、アイスコーヒーを作りたいと思います。イエイイエイ。ヤスさん、ハードありがとうございます。ソシさん、ダルマありがとうございます。こんにちは、いつもダンスかっこいいです。 ありがとうございます。ミレイカフェオープン。パッパカパーン、パッパカパーン。ゆで卵くれ。ゆで卵ないです。卵ないです。コーヒーそう、カフェオレ飲んでる。あ、カフェオレ今飲んでるんですか。お、イエイ。3時のやつと、3時のやつ、今日はね、ちょっとまたスイーツを作りたいと思います。イエス。ミレーカフェもう本当にオープンしてほしいよな。ね、オープンもしてますので、ショールームでオープンしてますので、50カウント完了、50カウント完了。リーサのハイスさん、ありがとうございます。三つ編みしてる。そう、三つ編みしてますよ。ミルクティーありますか。ミルクティーないんです、ごめんなさい。ミルクティーないんですよ、ごめんなさいね。名古屋カフェオレ、カフェオレあんこ入ってるの。あんこ入ってないです、あんこ入ってないですよ、それは入ってないです。トシさん、ハートありがとうございます。白ノワールください。あ、食べたくなってきた、白ノワールね。あれ美味しいですよね、いいですよね。ジャニーさん、かわいい、ありがとうございます。ヤスくんさん、ハートありがとうございます。100個突破ありがとうございますね。ミレイ流チコミルク作ってみたよ、イエイ。少し遅れました、イエイ、大丈夫です。あの、まだ始まったもん、4分ですので、始まってから。ピロピロさん、ハート100個投げてありがとうございます。トシさん、ハート100個ありがとうございます。マジックテーブル、そう、今日マジックテーブルだよ。こんにちは、ひろしげさん、初見さん、ありがとうございます。こんにちは。ガトーショコラありますか。ですね、今日はね、ちょっと似てるんですよ。今日はフォンダンショコラを作りたいと思ってます。イエイ。似たって簡単ですが。すごく美味しそうなので頑張ります。クッキーさん、ハートありがとうございます。バルタン太郎さん、かわいい、ありがとうございます。トスさん、ハートありがとうございます。クロノワール、クロノワール、あー、なんか言ってたような、そういえばよしくんさん、かわいいユニ、そうですね、大丈夫ですね。大丈夫です、ありがとうございます。イエイイエイ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。三色団子、三色団子ないです、ごめんなさい、ごめんなさいね。
しょ。ごめんなさい、ちょっとねコメント読めなくて。ミレイちゃんこんにちは。今日はスイーツを作るパティシエになるんだね。そうです、ミレイパティシエになりたいと思ってます。フォンダショコラって作るの難しそうなイメージだから、すごい、そんなにね、なんか全然難しくないですよ。なんかでも考えた人神だなって思います。止まるわ、ごめんなさい、止まっちゃって。トシさんハートありがとうございます。今日は何作るの。今日はフォンダショコラです。アータンさん、柏餅ありがとうございます。あのね、このギフト、あの5月5日の子供の日の限定のねやつですよね、確か。ありがとうございますね。トシさんハートありがとうございます。いちごサンドね、いちごサンドない、食べたいみたい、食べたいね。でも鈴木さんハートありがとうございます。あ、ちなみにあの今日のフォンダチョコラは初めて作ります。なので何も分かりませんが頑張りますね。あ、早く言っちゃう、ごめんなさい。ごめんなさい。今週1回で学校登校してるの。いや、あのもう学校一切行ってないです。もうね、愛知は5月50キラー完了。ヨシさんありがとうございます。ティユさんかわいい、ありがとうございます。昭和の日、今日昭和の日ですよ。そうですよ、そうそう。鈴木さんハード100個ありがとうございます。ヒーさんハード100個、ハードありがとうございます。トシさんハードありがとうございます。誰が食べるの。私食べます、私が食べます。今日休暇、そうですね、今日休校です。はい、自宅待機。ヒーさんハード100個ありがとうございます。もう学校卒業したんだよね。いやいや、まだしてないですよ。じゃあまだ5年生の脳みそ。最近でもちゃんと勉強してます。別に。お母さん元気ですか。元気ですよ。パンダちゃんかわいい、イエース。ママごとかわいい、でも本当に作るのでね。演歌家さん誰もありがとうございます。宿題とか課題出されてるのかな。宿題、そう、課題出されてますよ。メール返信しといた。あ、ありがとうございます。トシさんありがとうございます。いつも見てますよ。演歌家さん誰もありがとうございます。100個ありがとうございます。愛してます、愛してます、ありがとうございます。フワリンが見てろ。ワリン恥ずかしいんですよ、ちょっと。今ねシワシワ顔が。エプロンがイチゴみたいで可愛い、ありがとうございますね。ピンク、そう、5年生の時作ったんですよ、学芸会なんかで作ったんですよ、確か。休校で休校。面白いです。はい、ここ笑うところですよ。休校で休校。面白い。休みの人は人多いからコメント読まれないのは仕方がないね。うん、でもねすごい多いのでね、ごめんなさいね。多分9月に描く、あ、そうかな。もうね、なんか言ってましたよね、 9月からかなんちゃらかって。クモすごいね、ありがとうございますね。私あの英語はねまだやってますが、算数と国語もやめちゃいました。150円しかないんですが、何か食べれますか。150円でも食べれます、食べれますよ。じゃあ今日はですね301円をですね70%かオフ、セールします。フォンダショコラ作ってる間ママ借りていいですか。ダメですよ。めっちゃ勉強してるよね、メールで見て。おー、ありがとうございますね。肩抜けてる。あ、これオフショルダーね、オフショルダーっていうものね。はい、9個。はい、ここも面白い笑うところですよ。はい、パチ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 。伊達メガネさん、柏餅ありがとうございます。限定ギフトありがとうございますね。9分で2500に、うおー、ありがとうございます、ありがとうございます。肩セクシー、よくわからんけど、よくわかりませんが肩。あ、ちょっと今面白かった、あれちょっと今面白くなかった、あれちょっと今ちょっと面白かったような気もしない、でもないでもないでもないでも。ママも美人なのかな、普通ですよママ。今日はフォンダンショコラ作りながらダンス、いや難しくないですか。て301%オフで。じゃあ、はじめまして、こんにちは、フォローしました。あ、ありがとうございます。はやぶさ305さん、ありがとうございます、ありがとうございます。肩のところ服が破れてるのかな、もうそれは違うんです、これはオフショルというね、あの服のデザインなんですよ、しょうがないんですよ。こんにちはミレちゃん、こんにちは。滑舌いいよね。
そんなこと一回も言われたことないな。肩出した時出して肩出し思わずドキドキした。おはようございます、初見です。滝沢翼さんありがとうございます。ございます、初見さんありがとうございますね。後ろでとんかつちゃん昼寝してるよ。あれ、あーとんかつはいないですよここにはね。チャニーさん柏餅ありがとうございます。部屋は暑い、あのでもちょっと寒かったので暖房つけてますが。おうちゅうさんハートありがとうございます。今日はフォンダンスショコラ違います、フォンダンスショコラではありませんよ。まあ今日も爆笑ですか。はい爆笑です。はい爆笑です、いつも通り。コーヒー頼んだりなかなか出てこない、あちょっと待ってくださいね。そろそろやりたいと思います。おうちゅうさんハート100個ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、コメント読めなくてすいませんね。学校は何、あの図書委員を4年生と5年生やってて、あとあそうで前期と後期に分かれてて、4年生の前期図書委員、後期環境委員、5年生の前期図書委員、後期体育委員でした。トシさん誰もありがとうございました。ちょっとごめんなさい、コメントが読めなくて、ごめんなさいね。トシさん誰も100個ありがとうございます。では東京暑い、あ東京暑いのか、本好きなのかな。そう本好きです、めちゃくちゃ好き。ではやりたいと思います、コーヒー入れましょう。学校オンライン授業、え学校オンライン授業もないんですよ。あ、いたたたた、あ足がつった。はい、ではやりたいと思います。まずフィルターをね、ね、フィルターをね、普通はね、ここに差し込みますが、あ、ないって思ったら、テケ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 ン、これ、キッチンペーパーで代用しましょう、イエイ。ん？どういうこと？ということでね、フィルターがね、もしもないときは、こっちのキッチンペーパーで代用することもできます。ということで、私は今日は、じゃあこっちで一回やってきますね。おちょっと待ってくださいね。ではまずでね、普通のキッチンペーパーがあります、何の変哲もないキッチンペーパーがあります。それをですね、三角に折ります。あはい、どこんな感じでおにぎりね、二等辺三角形、ん違う、えでも二等辺三角形じゃないこれですよね、やっぱり。では二等辺三角形になりますね。はい、でもう半分折ります。ぶちゃん、キッチンペーパーもないときはどうしたら、それはもうね、買うしかないですね。それは買うしかない。正三角形では、えでもいや違いますね。多分ちょっとね、長さが違うので、下の部分が違うので、二等辺三角形だと思います。そして、袋が2つありますね。双子ちゃんができました。ね。そしたら、こっちのね、袋を開けます。バカッと。マスクにもなります。マスクにはなりません。あ、ここにちょっと。はい、ってことで袋を開けて、キラン、刺します、あれ刺します、あごめんなさい、コメント読めなくてたくさん来てるのに。そして次、あこんな感じになります、ちなみにこんな感じになります。そしてキラン、見えなくてごめんなさいね、コメント。そしてコーヒーを一杯、一杯パパパパパ、一杯で、そしてあとの半分入れます。ハートブさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。スイートポテトはありません。スイートポテトはありません。ごめんなさい。美味しいですよね、スイートポテトも。本日のフードメニューはですね、フォンダンショコラとコーヒーでございます。まさかコーラになる、え、どういうこと、なんでコーラになるの。ハンドルさん、ハンド100個ありがとうございます。オリジナルコーヒー、そうですよ、神の手が、え神の手、今日は映ってないと思うけれども、コーヒー1杯分、そうです、コーヒー1杯分です。で、そしてなんだっけ、あお湯を下げます。あちゃホンダショコラ、え？え？はい、では外側からおーとピューピュー
コーヒー飲めないんですよ。では1分半測ります。でいいよいしょ。メールって返信で、あ、メール返信できますよ。メール返信はできます、ね、たくさんいつももらってて返信をねしていただくとね、このここのミレイノートにね、お名前が載っていますね。で皆さんの情報がたくさん書いてありますね。そうそう、こんな感じで書いてありますよ皆さんのダスノート、ダスノート、こんにちは、こんにちは乗りたいけれど乗りたいけどなんか返信だけしてくれればもう書くので、書くので、あ、それとあのショールームのアカウントと同じ人がいれば教えて、ショールームのアカウントの名前とアカウントと、メールの返信の時の名前違ったら教えてもらっても大丈夫ですか返信すると、あ、見てますよ、見てますよいつも見てますよ、チェコパワーさん頑張って返信します。はい、お願いします。ぜひ、まあ、気が向いたらで大丈夫ですよ別に。よし返信しよう。おー、ありがとうございます。俺は一周、あー、いつもねありがとうございますね、ヤスさんメール取ってない、あ、メール取ってない方は大丈夫です大丈夫です、ありがとうございますね。でもショールーム見てくれるだけで感謝です、ありがとうございます。クッキーさん、ハンタもありがとうございます。よっしゃー、イエス、いい子だな、ありがとうございます。タイトルがおもろい、あー、今日の朝は確かおはよううさぎで、この前はこんばんワイナリーだったような気がね。はい、そういう風にちょっと工夫をしておりますので、あ、そろそろコーヒーがっていうことで、90秒経ってありがとうございますの教えていただいて、プケランさん、だるまだったかな、あれ、ちょっと待っていいと、だるまありがとうございます、ごめんなさいね、だるまありがとうございます。ごめんなさい、ここのまたコメントが読めなくなっちゃって、トシさん、ハートありがとうございます。ショールーム見てメール取り始めた、おー、ありがとうございます。マメの名前と半分だけ違う、あ、ね見てますよいつも鈴木さん、うむうむいつもメール読み応えあって楽しいよ、ありがとうございますね。最近返信サボっててごめん、あ、いえいえ、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、ありがとうございます。トマトさん、ありがとうございます。うん、ちょっとごめんなさいね。おー、ちょっと、よっしゃ、はい、トシさん、ハートありがとうございます。ミレータのもめかわいい、ありがとうございます。返信前ですよね、あのね、気が向いたらぜひよ、あ、はい、ぜひよろしくお願いします。はいはい、ということで、ちょっと待ってください、今コーヒー入れてるので、これぐらいでいいかな、ちょっと入れようと、あ、もうなくなった。ブラックコーヒーの型、ブラックコーヒーの型どうぞ。ブラック、なんかのが来た、いきなりどういうことまあ、ありがとうございますね、ちょっとのはね最近の定番でございます。ブラックコーヒーの型どうぞ。砂糖多め、あ、砂糖か、お砂糖入れるの忘れてたね。あ、じゃあ、あのミルクでお願いします。こぼさないでよ、あ、大丈夫ですよ、ありがとう、お、はい、ありがとうございます。パールちゃんを入れてください。パールちゃんは無理です、さすがに無理ですよ。クッキーさん、ハートありがとうございます。ノア、手は、そうなんですよ、ノア手を挙げてることね、そうそうそう、で、あの私はずっとノだと思ってたので、皆さん最近ね、ダンスの時ノノって言ってくれるんですよ、ありがとうございますね嬉しくてあの、ね、なんかのののののって言うとすごくね、なんか心が温まるんですよ。私はもうのって読みますよ、最近ずっと知っててものって読んじゃいますウインナーコーヒーね、ウインナーコーヒーね、なんか生クリームが、生クリーム、なんかなんかなんちゃらクリームが上に乗ってる。ではどうでした、美味しいですか。では次、牛乳入れます。ちょっと待ちください、牛乳の方、 ありがとうございます。ののののの、うまうま、ありがとうございます。キラン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 
めめめなんかめめめになっちゃった。そう連打、そう連打連打。ののの。なんか今度ひらがな。カフェオレだ。カフェオレだ。面白い。ここ笑うところですよ。はい、では次牛乳投入。牛乳投入。豆乳を投入。あれ。はい、投入。おお、ちょうどいい分量。笑、あ、よくできた。皆さん笑ってくれた。イエイ、よかったですね。ジーナさんが、あ、そうだね、ジーナさんね、この前来てくださいました。豆乳を豆乳。違いますよ、それは。はい、牛ん、ミルクコーヒーの方どうぞ。ミルクコーヒーの方、あ、豆乳を豆乳か。いや違いますよ。かわいい、ありがとうございますね。はい、あ、はい、どうぞどうぞ。氷を、氷、あ、あの、あ、む、あの、次アイスコーヒー作るので、その時にどうぞどうぞ。もしかしたらアイスコーヒーが作るので次。ミネちゃんは何飲むの？私はね、あの、ちょっと後で野菜ジュースを飲みたいと思いますね。私好きなので。じゃあどうぞ。隠し味青汁豆乳。やばいやばいやばい。はい、ではね、美味しかったかな。これはまたお母さんにあげますということで、次はミルクコーヒー、あ、ミルク、違う、アイスコーヒーだった。もう、あ、冷た、冷た。アイスコーヒーにしたいと思います。見てください、氷がたくさん。ね。キラキラ。あの、あったかいね、あの、コーヒーを入れるんですけれども、ここに。ね、一瞬で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 、まあ、一瞬で急速に冷えるようにしようと思って、コーヒー、こう、間違えた、氷を山盛りに入れました。ということで、またまたコーヒー作っていきます。先ほどと同じでキッチンペーパーなんか、キッチンペーパーの方が、ちょ、今回買ったのがですね、ちょっとちっちゃくてですね、キッチンペーパーの方がやりやすいんですよ。ということでキッチンペーパーやります。あ、あ、痛い、あと腰が、腰が、あれ、たたたたた、キューティーフォーさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、コメント見れてなかった、ごめんなさいね。ギフトとかごめんなさい。では入れていきます。キッチンペッパー大活躍ですね。ですね、コーヒーの場合、アイスコーヒーの場合は、なんでしたっけ、あれがちょっと薄まっちゃうので、氷で。なので、ちょっと粉を多く。粉を多く2杯半。2杯半入れます。1杯目。2杯目。半分。あ、お湯が、ちょっとお待ちくださいね、お湯が。そう、なるほど、そうなんですよ、そうなんですよ。 2.5 倍はやばいですよ、さすがに。それは本格的なカフェ、ミレイカフェ、イエス、ちゃんとしてる、ありがとうございます。じゃーらーん。ゆっくり注ぐんやね、もちろん、あの、外側からゆっくりこうやってうちに、だんだんうちになってくるくると。ママさん、お湯、そう、お湯ね、ちょっとお待ちください、お湯は。あ、来ました来ました。あ、ちちちちちち、では入れます。外側から、開いた。ミレイちゃんの笑顔全部入れて。にぃ、店員さん優秀。え、お母さん喜んでます。なんかお母さん喜んでますよ。あ、私ですか。あ、私も、あ、私、よかったよかった。イエイ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 、店員優秀だって。サポート完璧。あ、サポート完璧だって。お母さん喜んでます。はい、キラーンって言ってます。コーヒーの香りが漂ってきそうです。おー、スマイルください。キランキラン。お母さんもします。お、50カウント完了。パラパラさん、ありがとうございます。スマイルハートさん、いいね、ありがとうございます。お母さん
さん時給アップだって。お、よかった、よかったよかった、喜んでますよ。ケーキもください。で、あの本田ショコラケーキみたいなもんなので、それでお許しください。ひーさん、としさん、ハートありがとうございます。あー、かわいい、ありがとうございます。カフェ社長、社長のお母さんだって。お母さん、イエイ。みれちゃんと共にお母さんのファンも増えていきます。お、よかったよかった。お母さん欲しがり、完全にママが買って、買って、あー、じゃあ間違えた、間違えて、ごめんなさいね、助手ごめんなさい、もう勝手に言っちゃった。天佑さん、ブラボー、ありがとうございます。本田ショコラ付き、そうですよ、ママのキラーン301円、そう301円、今日、あ、ケチビ、ありがとうございます。あの、立ってありがとうございますね、お報告ありがとうございます。では、もうすごいなんかカチャラララって音がして、たつさん、ハートありがとうございます。しかも蒸らさないんだった。お、いい感じ。よいしょ。では、いい感じです。ブラックコーヒーの方、アイスコーヒーでした、ごめんなさい。ブラックアイスコーヒーの方どうぞ。天才、イエーイ。ムラシアプロっぽい、イエーイ。はい、はいはい、お、よかったよかった。はーい、だって、はいはいはい、どうぞどうぞ、大好き、ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。なくなりました、早っ、もうなくなっちゃった。おいくらですか。301円です。ない方は無料で大丈夫ですが。あ、でも今日はあの特別大サービスで0円ということでいいですよ。はい、次ミルクの方。そう、ただ今日ただと安すぎかと。いい、そんなそんな、飲み逃げ、飲み逃げ事件、やばいやばい、ありがとう。いいハンドブさんは音符ありがとうございます。めっちゃお得ですね、イエーイ。今日の特別大サービスで無料ということで、ママミレイ301万円、301万はちょっとやばいですね、それはやばいですよ。じゃあこのコーヒーはお兄ちゃんにあげますね。ではミルクの方どうぞ。ミルク、ミルク、はじめまして、はじめまして、ミーさん、はじめまして、10期の SK48 と10期の林美玲と申します。クッキーさん、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは。トトさん、初見さん、ありがとうございます。ではミルクの方どうぞ。はじめまして、はじめまして、はじめまして、違いますよね、違いますよね、ちょっとダメですよそれは。トシさん、ハートありがとうございます。お兄ちゃんコーヒー、お兄ちゃんコーヒー飲みますよ。私がミレアニです。おいおいおい、はじめましてね、違いますよね、はじめましてじゃないですよね、ちょっとね、ダメですよ、はじめましてを装うの。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ミレイちゃん、人気になってます。お、ありがとうございます。トシさん、ハートありがとうございます。ではどうですか、美味しいかな。ミルクもいただいてどうぞ。これミルクです。ちょっと色がね、多分カメラ越しだとちょっと色が見えないかも。常連です。お、ありがとうございます。ありがとうございます、いつもありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。キョウさん、フォローありがとうございます。よ、人気者はありがとうございますね。はじめまして、さあ、ぎ、来た、おお、ちょっと違いますよ、違いますでしょ。では、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 ではですね、皆さんコーヒー飲んだところで、そろそろ作ろうかな。はじめまして、あれ、はじめまして、あれ、皆さんなんかはじめましたと初見さんマークが出るんですよね。
でも初見さマーク出ない方もいるけど、どうなんだろうか。ではそろそろ本田ショコラの作りタイム、イエーイ。あれもう忘れちゃった、何を入れるか。あ、そうかそうかそうか。では本田ショコラ作っていきたいと思います。本日初めまして。おかわりおかわりないですよ。次は何かしら。次はですね、本田ショコラを作っていきたいと思います。なりすまし、そんなりすまし。はい、ではね、ちょっと初見さんをね、なりすましなのでやめてくださいね。予想のやめてくださいね。ではまず、作り方は、まず、ホットケーキミックス 100g して、ミルクココアのココア、200g 20g でした、 20g でした。ミルクココア 20g ということで、今日は作っていきたいと思います。さん、ありがとうございます。では作っていきたいと思います。作っていきますね。まずホットケーキミックスをバチャンホンと入れます。ちょっと、よし、入れました、入れました。そしたら次ココアを入れます。ボーン、よいしょ。そしてお砂糖を加えます。お砂糖は 40g です。そしたらなるもありがとうございます。ではいきますね。ココアどこ、どこだココア。面白い笑うところですよ。では混ぜますね。混ぜ混ぜしますね。料理は好きですか？料理あんまりできないんですけど、ちょっと今回挑戦しようと思って、今この前はチョコチップクッキー作りました。で今回は本田ショコラを作っております。急に難易度が上がった。でもね、この前より簡単だと思うんですよ。結構簡単なのを見つけてしまいました、レシピ。これいきます。これ結構やんないとなんかあれらしいですよ、ダメらしいですよ、なんないって形に。混ぜ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 。そう、チョコチップクッキーね、作ったんですよ。よいしょと。してよしてよしと。混ぜ混ぜタイムタイム。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よし、ではここにね、牛乳を入れます。確かまだサラサラなんですよね、色薄いんですよこれ結構。でそれから牛乳を入れるとなんかだんだんなってくるらしいですよ。ではあれ、これココア 20g ですよね。では入れます。あ、そうそう、この色になってました、動画のやつも出ましたけど、ね、あ、そう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 、これでなんかできるらしいですよ確か。あ、そう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 、なる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 、お、なる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 、なります。あ、もう絶対これ成功が見えてきましたね。はい、もうこれは成功ですね。そう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 、こんな、そうそう、こんな感じ、イメージ通り、イメージ通り、ままごとに見える。あ、そう、なってきたなってきた、あ、すごい、なってきたなってきた、すごいよ、すごいです、すごいです。どうですか。いい匂いする、いい匂いしますね、いい匂いします。あ、ちなみに牛乳は 100ml です。あ、すごい、なってるなってる、なった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 、なりました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 、なりましたなりました。うわ、なんかね、なんていうんですか、ココアのいい匂いがします。しお、なりましたなりました、こんな感じです。
イエイいいねいいねでしょね。ではもうこれぐらい大丈夫かな。そしたらお卵を入れたいと思います。ですがね、溶き卵ということで卵がありますね。うるさい、ここ。あ、できた。あります。よいしょよいしょよいしょと。あ、手拭き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 、できました。まあ、卵はいつも割ってるのでね、これはできますよ。ということで、よしよし、卵はいつも割ってますし、殻入れないようにね、殻大丈夫ですよ。そして上手に、まあ卵は普通にね割れますが、で混ぜます。時々醤油を、醤油はそのまま飲むんです。違いますよ、違います。頼む中卵かけご飯と卵になってるじゃないですか。違いますよ。すごい、なんかすごい嬉しい。どうしよう。いやー、これはもう成功ですね。これはもうここで卵かけご飯、違います。それは違いますよ。皆さんって卵かけご飯って、あの、溶かしてから入れますか、溶いてから入れますか。ごめんなさい、溶かしたら怖いです、怖いです。なんか卵をそのままパカンって上に割る人も多いようですが、ご飯の上にね、どうなんでしょうか。私はあの、これ溶いてから入れますよ。これに醤油入れてやったらどんな味になるのか。はい、では入れようかな。そろそろいいですよね。じゃあ、では入れます。じゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です、ごめんなさいね。はい、では混ぜまーす。混ぜ混ぜ。卵入れることに何か変わるのかな。こういうのちょっとね、気になるんですよ。大丈夫、あ、大丈夫です、ごめんなさいね、ありがとうございます。大丈夫です。箸の方は大丈夫です。白身とか大丈夫かな。白身とかちょっと嫌いなんですよね。あ、入ってる、なんか白いのが。ははまあいいや、バババってやっちゃいましょう。よいしょ。よし、できました、できましたよ。見てください、焼けば分からんか、あの、これ焼かないでしょ、オーブンレンジでチンするだけなんですよ。びっくりじゃないですか。よし、おけまる、おけまる、イエス。ではこれで入れたいと思います。なんかこのマグカップで入れるフォンダンショコラみたいですよ。マグカップのなんか言ってました。難しい、難しいね、やっぱり。なんかすごいすごいたくさんいっぱいになってるけど、よしよし、これぐらいでいいかな。まあいいですよね、まあちょっとぐらい残っちゃってもいいですよね。ということでこんな感じになりました。これ飲んじゃダメですよ。これをですね、レンジで、レンジで、BGM レンジでね、600ワットで1分半やりますね。へえ、ちょっとどうなるのか楽しみだな。いい感じですよ。飲むんでしょ、飲みませんよ。ココアみたいですね、ココアみたいですね。
俺のもあるあります。ちょっと野菜ジュース飲もうかな。はみ出そう、固まりそうなんですよ。加熱そう、膨らむ膨らむ。カップケーキ、ちょっとフォンダーショコラなんですけど、あれね、びっくり、マグカップで作るなんてね、すごいですよね。500ワットでは、500ワット何秒なんだろう、何秒なんだろうね、分かりません、ごめんなさい。今度調べてみます。クッキーさん、ありがとうございます。爆発したら逃げて大丈夫ですよ、あっちなので爆発はしないと思いますがね、しないと思いますがね。では野菜ジュース、野菜ジュース飲みます。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。やっぱり人参、野菜ジュース、そうそうそう、これ私好きなんですよ。金魚八屋さん、どうだるまありがとうございます。ひでさん、くまありがとうございます。鈴木さん、馬ありがとうございます。とつさん、だるまありがとうございます。みれちゃん、健康的そうですかねどんな味、すっごい美味しい、なんか野菜の味、もう普通のジュース、フルーティーなジュースって感じがしますけど、セブンのチョコタルトみたいに。わっ、うわっ、すごい、本当にこれできてる、すごいすごいすごい、見て見て見て、すごいすごいよあ、ちょっとチョコがついちゃった、チョコがちょこっとついてしまった。これ食べれる、でも食べれますよ、すごいすごいすごい、できてる、綺麗に、すごいできてる、ちゃんとしてる、見て元気になってる、すごい、美味しそう、美味しそう。じゃあいただきますね。ちょっと待って待って、手拭きがなくなってしまった、手拭きがなくなってしまったでは、でも美味しそう、普通に美味しそうですね。では飲み物じゃなかったの、違います、飲み物じゃありませんよ。でも美味しそうな予感がしないでもないでも、あれ、なんか持ってかれちゃった、どういうこと、私の分あ、そう、レンジでチンしてるようです。またよ、チンしたね、大変なことになるんじゃない、爆発金魚八郎さん、ありがとうございます。だるま、ちょっと、とりあえずまだもうちょいやってるようで、どういうこと、やばくないですか、やっちゃったら爆発しちゃうよ、大丈夫かな、入れすぎたんじゃないと、おう、うわ、すごいことになってる、でもね、でも、あ、ちょっとお母さん爆笑、はい、あ、でも美味しい、ではいただきます。ちょっとこれ難しいですよ、食べるの、どうやって食べよう、すごい、なんか元気になってる、ほら、めちゃくちゃなんか、すごい美味しい、なんかやばいですね。はい、皆さんどうぞ。どうぞ、くれないの、はい、あげますよ。ね、ものすごく美味しい、やばいです。
美味しい多分。すっごいふわ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 、すごい、さっきの残りのやつで作ったらめちゃめちゃ綺麗。ちょっとこっち食べよう。これちょっとあげるますね、他の子に。後で食べますわ。また今度あのおやつに食べますよ。こっちの方が綺麗。こっちで食べますね。見て、めちゃくちゃ綺麗。はい、どうぞ。あん。入れすぎたらしいですね。じゃ、じゃ。中はですね、これなんかチョコのシロップかけたらめちゃめちゃ美味しそう。チョコシロップないかな。ね、生クリームね、ね、ね、うんうん、そうね、美味しいでしょね、絶対。甘さ控えめと見たらそうなんですよね。やっぱこれじゃチョコかけた方が美味しいかも。美味しい、うん、お母さん食べてます。え、ちょっとちょっとあのあれ持ってきて、あれあのチョコのシロップチョコのシロップを食べてみたい。やっぱりないないそうです、ないそうです。なんかね、さっきの方がね、チョコのやつがトロトロしててねそっちの方がいけたような気もします。はい、ってことで、なんかチョコレートがすごい、あのまだ半な、生だ、生だっていうか半生だ、半生でちょっと半分生焼けでちょっと美味しかったですよ、さっきの。イネさん、ハートありがとうございます。あげて後悔した、そう、あげて後悔した。あればよかった。ハントムさん、だるま100個ありがとうございます。まさくんさん、かしわもちありがとうございます。ではではですね、あとで食べますので、これはごちそうさまでした。ではですね、お母さんの感想を
お母さんの感想と美味しかったらしいです。ということですね、今日もねチャレンジいきたいと思いますよ。あとで美味しく、そうですね、あとで美味しく、おそ松さんにした。今日もですね、いきますよ。ロイさん、うまい、ありがとうございます。いつもの開封待ってますよ皆さん。今日はハートか星かなんでしょうか。てんてんってことで、キラキラキャン、今日もプノチャレンジスタートします。ヒーさん、ハートありがとうございます。では開封スタートです。まず1列目、でも1列目いないんだったらもうないと思う。ヒーさん、ハートありがとうございます。トシさん、ダルマありがとうございます。では2列目、皆さん見てください、見て、皆さん見といてくださいね、私見ないから。せーの、あ、開けれない。はい、出ましたか、出ましたか、出てる、出てる、あー出てない、あー、よよよよよよ、残念、残念、今日も出なかったか。チビハートとチビ星はないか、ない、うー、なんもない、なんもないよ、なんもないって感じですね、もう本当に。もうじゃ、目が変な感じに。じゃあいただきます。クッキーさん、ハート100突破ありがとうございます。ではいただきます。はい、どうぞ。トシさん、ダルマありがとうございますね。どうぞ。2個目、2個目ないですよ。どうぞどうぞ。アンコール、いやいや、アンコール、はい、あーん、では私もいただきます。6個口出しで難しいよそれは。では見えちゃん、チョコ好き、そうなんですよ。からし入りはないです、ないです、どんな、ないですよ、アイスにからし入りって。はい、あーん、トシさん、ダルマありがとうございます。はい、いちごミルクにピノを入れる、入れたことないでね、ないですよ、それはダメですよ。エプロンは手作りです。あ、そうなんですよね、エプロンはコネーションの時に作りました。でも1ヶ月前まだ5年生だったんですよ、変な感じ。もうすっかり6年生の気分です。私で、私も食べます。はあ、あと前の段、前の列、1ヶ月前まだ10歳、そうですね、ん、2ヶ月前かなですね、1ヶ月半、1ヶ月半前ですね。はい、ということで、
にはあげないのはあげませんよ。トシさんだるまありがとうございます。3月10日生まれ、そうなんですよ。本当に11ちゃんなのかってなってる。メンバーアイス好きだね。好きだよな。そうなんですか、ね、アイス美味しいですから。トシさんだるまありがとうございます。砂糖、そう砂糖の日なんです。私ごめんなさい、口に物が入ってる時は喋れなくてごめんなさいね。3月1日生まれ、惜しい。あ、松田聖子さんと同じ誕生日、そうなんですよ。あとですね、米津玄師さんとも同じ誕生日なんですよね。では最後の1個、はい、ミレイさんに憧れてます、ありがとうございます。そんなごめん、初見さんですね。ピッピさんありがとうございます。ではどうぞ。では食べますね。お母さんに憧れてます、わお。ではごちそうさまでした。ではごちそうさまでした。そう、トシさんだるまありがとうございます。よいしょ、ではそろそろね、ではちょっと少し休憩してからダンスしますのでちょっとお待ちくださいね。じゃあその間になぞなぞでもやりましょうか。で、あ、ちょ、足が痛いのでこっちに移動します。いたたたたたた、おおー、だいよー、あ、いたたた、痛いよー、ということでね、したいと思います。なあ、足が痛いよ。足がまた10センチくらい伸びました。アイスからのあれないですよ、アイスから。イレフレンズの扱いが雑、あ、ごめんね。では謎々を出したいと思います。チャニーさん、ハート100個受け取ってありがとうございます。今日の東大王鈴木ひかるさんスペシャル楽しみで、そうなんですよ、今日ねもうねスケジュールに入れてきました。めちゃくちゃ楽しみ、本当に楽しみです。山田一慶さん、こんにちは。こんにちは、初見さんありがとうございます。小学6年生の林美玲です。では謎々をやりたいと思います。いきますね。あとしさんのでもありがとうございます。謎々タイム、イエーイ。まさか二次連立方程式、いや、それできますけど、別にできますけどできるけど違いますよ、うん、はい、イエーイ。ではですね、言いたいと思います。まず1番いきますね。音楽に欠かせないもので逆さまにすると服が出てくるのは、もう一度見ます。音楽に欠かせないもので逆さにすると服が出てくるのは、ミレイ。なんで私が出てきた。大福、え、大福、大福オーケストラで、あ、はい、正解者出ましたよ。あ、出た、もう出た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 出て出てますね。はい、正解は楽譜でした。イエーイ、えい。
イエイイエイ。難しいね。難しいかな。ごめんなさいね、難しくて。もうちょっと簡単なのに。じゃあいきますよ。これ面白いですよ。 CD の上にいる海の生き物ってなーに？ CD の上にいる海の生き物ってなーに？トシさんだるまありがとうございます。偏差値30。いやいや、それはないです、それはないです。あ、もうわかるのか皆さん。さすがさすが。そう、 CD AB なので、 AB いか何かな、たやす、うんうんうん、なんかお母さんがまた爆笑しておりますが、はい、ありがとうございます皆さん。BABA。 なんかタコ、なんでワニになった、あれ、なプランクトン、プランクトン違う、プランクトン違う、ザリガニ違う、伊勢エビ違う、はい違う、 EF そっち下行っちゃってる、どんどん下行っちゃってるよ、ふふふ。ってことで、ってことでめっちゃ面白い。ではね、次、くっつけるためにある城ってどんな城？あ、だるまありがとうございます。としさん、いきますよ、もう一回いきますよ。くっつけるためにある城ってどんな城？あー、すごい、さすがのりしろ、さすが。うん、なんか、あ、あ、アロン、アロンファ、アロ、アロン、アロ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 ンアルファ、なんでそりゃ、すごい、城ノワール、城ノワール、違いますよ、名古屋城、わお、違いますよ、真っ白、え、ね、違う、なんかシンデレラ城。と、正解は、のりしろ、ん？ん？あはー、だめ、のりしろでした、イエーイ、イエーイ、いきますよ、次、空に向かって太鼓を叩くと出てくる料理は、ドンドドンドドンドンド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 ン、ミレイちゃんを伸びしろ、ありがとうございます、さすが。のりしろ、あ、そ、それ違う、それ違う、それ違う、あ、ごめんなさい、お母さんが本田ショコだし。はい、違いますよ、はい、打てば響く、いや、そういう問題じゃなくて、お、はい、もう出ました。なんかみんな普通のカレーとかすき焼きとか、あ、出ました出ました。ドンタコスって、ドンタコ、ああ、でも確かにドンって、あ、確かに、確かにそうですけど、ドンベイ、なんでドンベイになった、ドンベイに。まあ、ドンベイかもしれないけど、正解、なんで楽譜。正解は天丼、天丼なので、天丼でした。牛丼、なんで牛丼、なんで牛丼、牛丼ってしちゃダメよ。天、天に丼ってすんだからね。っていうことで、次。なんか笑ってるけれどもごめんなさいね。どん兵衛だから、どん兵衛違いますって。うん、どうしようかな。あ、え、おくりいいね。鉄砲で撃たれるような音を立てながら走る車ってなーに？ミレイちゃんのツッコミが面白い、ありがとうございます、さすが。トシさんだるまありがとうございます。もう一度言います。鉄砲で撃たれるような音を立てながら走る車ってなーに？あ、すごいすごい、皆さんすごい、私こんなバンバンなんて車知らないですもん。すごい、そう、バンですよ、絆創膏、なんだ絆創膏、暴走車、大丈夫大丈夫、乗りツッコミ、どういうこと。救急車、ライトバン、あー、自転車、バッキュンバッキュン、ダンプで、ダンプ、ダンプおかしいですよ、やられた。俺の車、俺の車、俺の車バンなの、俺の車バンなんですか。絆創膏、絆創膏。はい、面白いですね。はい、笑うところ、皆さん笑うところです。絆創膏だったのか、違いましたから、ボケたら当たってしまった。もうコラです、コラコラ、はい、わはは、皆さんもう面白いですね、コメントが本当に面白い、もうお母さんとか爆笑してますもん、さっきから。絆創膏、そうそう、絆創膏、絆創、絆創膏、面白い、すごい面白い。俺の車はバンじゃ、なんだバンじゃないの、だったら違う、言ってくださいよ、それは。では次いきますね。床屋さんが鉄砲で襲われた、何発撃ち込まれた？もう一度言います。床屋さんが鉄砲で襲われた、何発撃ち込まれた？おうちゅうさん、バラありがとうございます。さすが、もう待って、3発、オッケー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 、お母さん、お母さん、お母さん、爆笑タイム、はい、爆笑タイムスタート。トシさん、だるまありがとうございます。そう、3発ね、1000発。
鳥取太郎さん、かしわ餅ありがとうございます、ね、あの期間限定ありがとうございます。300発やばい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 、見れたんどういうこと110万です。110万、確かに110万通報しなければ。徳谷さん逃げて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 危機一髪。いやもう正解は何でしたっけ、3発3発なので3発、いや3発で十分やばい確かに確かにやばいかも、これ結構重症ですよね、結構確かにでは次いきますね。ごめんなさい、お母さんがパッツンパッツン出発進行はもう皆さん面白すぎますよ、ファイト一発もうダメですよ、 おじさんは床屋行くからな、もう大丈夫ですか、普通に強盗でしたちょっと真面目な話に行き過ぎですよ、ちょっとちょっとママミレイ大爆笑させるぞ、だってなんで皆さん王って言っちゃダメよリボリタンディ、なんでリボビタンミ、リボリボリボビタンディか、なんでなんでねもはやママを笑わせたいか、やばいやばいですね、自分で頭を買ってますトスさん、ドラマありがとうございます、鉄砲ネタ多いな本当に、3発はプロの犯行ですって、もうダメ、お母さんもう笑い転げております、ミレイちゃんのツッコミ面白い、まあまあまあママ登場バリカン買いに行きますでは次いきますね。とタバスコの中に隠れている乗り物は、タバスコなのかな、これタバスコらしいです、はい、タバスコの中に隠れている乗り物は、あーもう皆さん分かりますか、バスコバスコバスですよ、バス、そうバスバス、電車猪木、あーもうビッケ、何何何どうなってんの、マイクロバス猫は、いやいやいや、もうそのバスの種類まではいいですよ、バスの種類まではいいよ、ロンドンバスはロンドンバスはロンドンバスでもいいですバスケ、あ確かにバスケそうかもタバコもう違います、パトカーバス逃げて、逃げちゃダメ逃げちゃダメ逃げちゃダメ、客乗せてますので、お客さん乗せてますのでダメですよ、逃げたらタコ、なんでタコになるんですかバスケットボール、おお、ヘイタクシーヘイタクシーバスケットバスケットじゃないですよ、でも確かにバスってついてますがね、バスガス爆発ダメ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 ですよ、次いきますね、あもうお母さんがだもうダメみたいです、マンバシュウヤさん、だるまありがとうございます、では次いきますね、焼いて食べるものなのに焼くのが難しい料理ってなーに、もう一度言います、焼いて食べるもののものなのに焼くのが難しい料理ってなーに、あーさすが皆さん分かるんですね、そうそうそう、ステーキステーキ、何なんかホンダショコラがまだ出てきましたが、あ焼き餅焼き餅、あちょっと違うんですよね実は、そう正解ね、正解は焼き肉でした、焼肉焼肉いいなということで、焼肉ということでミレイに焼き餅焼き肉のパールさん食べて、ダメパールさんダメだよ、パールさん食べちゃダメだよ、鶏肉いに鶏肉い肉焼肉い面白いですね、面白い面白い、イエイ、結構笑うところですね行きますよ、お医者さんが患者さんを見るときに使う背の高い道具は何でしょうか、もう一度言います、お医者さんが患者を見るときに使う背の高い道具は何でしょうか、キリンキリンキリンなんで、キリン、あ、待って待って待って、あ、正解の人がいますね、あ、さすが、すごい、これは難しいのに、ジャイアントバーンどういうことなんでなんででは、そうそうそう、聴診器、そうそうそう、スカイツリー、スカイツリー確かに高いけど、お診察できないじゃないですか、目がタワーそうそうそう隣の親父で、どういうこと隣の親父って、
はしご車、まあはしご車もそうですけど、まあでも確かにはしご車でも外ならできるかも。超超新規面白い、笑うところ笑うところ。エベレストだった、ごめんなさいね。エベレストはね世界一高い山でございまして、確かそうでしたけど、ね、ではですね、体重計、なんで体重計、なんで体重計なんで。では次混んでいる病院で待合室の人たちはどうなっているの。混んでいる病院で待合室の人たちはどうなっているの。ミレイ新規寝てる寝てる寝てる席、ああ三密だ、三密、おしくらまんじゅう、泣いてる、あー待ってる待ってる、ドキドキくれくれ、ああギュギュギュ早食いしてる、三密、あー横になってる、あーちょっとちょっとちょっと、なんか本当のことで多すぎ、距離を置いてるのはそうですけど、体調が悪います、いやそうですよ、いやそうですよ、喧嘩、なんで喧嘩、三密倒れてる。ヒントはですね、椅子のことを席とも言うよね、席とも言うよね。そうそう、今はダメだよ、咳してる、そう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 です、正解は咳してるんですよ、そうそうそう、咳込む、そう、マスクつけよう、そうそうそう、一緒につけようですね。いきますよ、飛行機の窓から見える貝ってなーに。フルーツバスケット、あーフルーツバスケット、あこの歌好き、やった、こんにちはスマイルさん、こんにちは、チューリップありがとうございます、マンバーシュウヤさんありがとうございますね、チューリップ、うん世界、うんちょっと違いますね、イレさんバラありがとうございます、スカイ世界ね、ちょっと違うかも、高い、うんちょっと違うんですよね、それが難しくないですか、これ結構ヒントがない、これだけ、これだけっていうか、なんか簡単なヒントがないんですけど、これ難しくないですか、めちゃくちゃ、なんなんですかもう。あ出た、一人正解者が出ました、あですね、正解はですね、スカイ、視界、スカイ、空、視界、そうそうそう、こうなんですって、すごいすごい、結果や空かーい、そうですね、視界は違いますよ、うん、ああよしよしよし、ではね、あと2問出したいと思います、これいきますね、椅子よく会の文字を並べ替えると出てくる夏の風物詩は、もう一度言います、椅子よく会の文字を並べ替えると出てくる夏の風物詩は、あさすがさすが皆さんさすが、そう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 ですよ、そうですよ、そう海水浴、そうですよ海水浴ね、線香花火そう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 、あね、ちょっとこれ面白いのでやっていいですか、いきますね、桃太郎は犬、猿、キジと鬼退治に行ったけれど最初に出会ったのは、もう一度言います、桃太郎は犬、猿、キジと鬼退治に行ったけど最初に出会ったのは、あーさすが皆さん、さすがそうそう、私そうそう、パルちゃんってないですよ、キジね、正解はですね、正解はおじいさんとおばあさん、
最初にね、人間に会ったのでね、おじいさんとおばあさんに会いました。最初に、そして次、では次いきますね。5チームが出場した駅伝大会、チームの人数はそれぞれ5人。さて次のランナーにバトンを渡したのは何人？どうですか皆さん、ミレイちゃんにいつ会える、いつだろうね、いつでしょうね、ね、いつでしょうか。500人120、あ、お出ました正解は。へえ、違いますね、違いますけど、うん、もう一回いきます。ちょっとよく聞いててくださいね。5チームが出場した駅伝大会、チームの人数はそれぞれ5人。さて次のランナーにバトンを渡したのは何人？お、完璧な説明の方が。そう、たすきですよ。普通渡すのはたすきですよ。だけどこの人はバトンを渡すって言ってます。バトンは使いませんよね。なので0人、あ、マジ2人ってやっちゃった。0人です。0人ということで、面白いこれ。テヘペロ間違ったっすそれは変、え、本当ですかじゃあ最終じゃ最後の問題で、これ最後の問題ですよ。あ、でもちょっとあと2問でしよういきますね。あと2問。自動車免許は18歳から取れるけど自転車に乗れるようになるのは何歳？トシさん、だるまありがとうございます。ミレイちゃんにハートを出す、ありがとうございます。もう一度いきますね。自動車免許は18歳から取れるけど自転車に乗れるようになるのは何歳？あー、正解は一人出てます。野菜11や、私あ、出てます。そうです、正解はですね0歳。だって漕ぐことはできないけど、この人は乗ると言ってます。の椅子に座ることだけならできますよね、乗るのということで0歳ということで、そう乗ることだけならできますよね、だって誰でも、ということで0歳でした。じゃあ本当に最終の問題。木に鳥が銃は止まった。漁師が銃で撃ったけど当たらなかった。さて木に残った鳥は何羽？もう一度言います。木に鳥が止まった銃は止まった漁師が銃で撃ったけど当たらなかった。さて木に残った鳥は何羽？お、さすが皆さん、みんな逃げた。0文字そう、みんな逃げましたね。だって銃でこう音が怖くて逃げちゃいました。さすが皆さん、おめでとうございます。面白いですね。ショボさん、ハートありがとうございます。ではそろそろ、ではですね、そろそろ、マサさん、知らんわってスマイルさん、ハートありがとうございます。キラン。ではそろそろ、いちごパーさん、ハートありがとうございます。ではね、そろそろ寝たいと思います。クッキーさん、ハートありがとうございます。ではそろそろね、トシさん、誰もありがとうございます。今日のお洋服は、ちなみに今日のお洋服は、あ、こちらとなっております。鈴木さん、ありがとうございますって感じです。ではちょっと行ってきますね。あー、なんか伸びてきた。ちょっとお待ちくださいね。
じゃあちょっとお待ちくださいね。
私コメントが全部見えてましてね、なんかですね私目がいいのかな、ね、ありがとうございます。じゃあねキャッチフレーズしようと思います。いつも通り301でミーレイよろしくお願いします。いきますよ。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301でミーレイキャーン。おおキャン、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょよいしょ、ごめんなさいちょっと、では早速次の曲いきたいと思います。
ていこうと思うんですが、皆さん大丈夫ですか？イエイ、やった！よしよし、ありがとうございます。イエイ、たくさんのギフトやたくさんのコメント本当にありがとうございます。ごめんなさいね、踊ってるので見れなくて。でもね、コメント全部見えてるので皆さんがちゃんとののののって言ってるのかも見えてますよ。では次の曲いきたいと思います。次の曲どうぞ。ごめんなさい、ちょっとお待ちください。
ありがとうございます。テロップを書かせてくださいね。
すぎ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、かっこよかった、ありがとうございます。はあ、はあ、疲れ様、ありがとうございます。いちごミルク今日ないですね。あ、もう2時間21分になってる。やばい、2時間21分もう経ったんだ。すごい、全然まだ1時間半ぐらいかと思ってた。めっちゃ経験あった、ありがとうございます。体力大丈夫、大丈夫でした、まだ元気もりもり。みれちゃんお疲れ様、お疲れ様です。フォロワー5676人、来た、ありがとうございます。5676人の方ありがとうございます。チョコ補給ね、チョコちょっと食べたくなってきた。もうないよ、でもお腹の中のもの全部消費できました、できました。まだまだ練習してますよ。キラン、甘いもの食べて、甘いものあるかな、甘いものないと思う、多分もう食べ過ぎた全部。フォローしてよ、ありがとうございます、ありがとうございます。今津さん、とうとうありがとうございます。あ、ギフトねくれた方たくさんありがとうございます。本当にちょっと読めなくてごめんなさい、本当に。ですいません、マヌビは泣きました。今フォロワー5681、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。ミレノミリで全力ピエン。塩分補給。塩分補給ね。うんうん。はあ。みえちゃん、キランキラン。マンバシュウヤさん、お金ありが、あ、お金じゃなかった、これなんだっけ。あ、小判ありがとうございます。それもフォローしてよ、ありがとうございます。フォローありがとうございます。まだもまめ取ってない、いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、まだそんなに急がなくても。私もフォローしました、ありがとうございます、ありがとうございます。フォローした、ありがとうございます、ありがとうございますね。ぜひフォローもよろしくお願いします。劇場で会いたいです、私も早く劇場出たいです。うん、フォローしてました、お、ありがとうございますね。みねちゃんの写真買ってよ。あ、うち、な、生写真ですかね、生写真かな、ありがとうございます。6000人来たらなんかしよう。あ、な、6000人、あ、フォロワーか、フォロワーって言っちゃった、6000人、なんか、なんかね、じゃあ早く公演デビューしたいよね。そうですね、ございます。10期で最年長、そうです、11歳でございます、11歳でございます。3枚もありがとうございます。源蔵さん、ありがとうございます。可愛いだけかと思ったけど、パフォーマンスにも感動した、ありがとうございます、ありがとうございます。私もフォローしたよ、本当にすごいパフォーマンス、ありがとう、感動しました、ありがとうございます。あんまり汗かいてなくてすごい。サイリウム振りたいです、ピンク、水色、紫ですね。紫、ピンク、水色です。まあ並び中なんでもいいんですけどね。クッキーさん、ハートありがとうございます。こんなに踊ってまだ可愛い。いつも見れのめりまで涙を止めています。10期のランダム生写真かな。うん、多分そうかな。うんうん。クッキーさん、ハートありがとうございます。ちょっと仕事して戻ってください。頑張ってくださいね。その時にやってるか。まあ仕事終わったらどうだろう。個人的にはS公演アンダーでダンスメドレー見てみたいな、待ってる、頑張ります。みれちゃんダンス最高、ありがとうございます。スケイ3人称、そうですよ、早くみれちゃんの生誕 T シャツ見て着たくて辛い日。劇場で見たらすごいオーラだろうな、そんな公演デビュー、そっちの公演じゃないですよ、そっちの公演じゃないですよ、11歳、そう11歳ですよ。ね、
パールちゃんの生写真まだ、パールちゃんは生写真はまだですてか絶対ないです。来年3月の生誕祭楽しみありがとうございます。11歳のミレイタンタンです。はい、ミレイタンタンです。久しぶりに3本持つの楽しみにしてます。ありがとうございます。公園で会いたいけど公園でも会いたいまあどっちでも会いたいですね。応援ちゃんミレイ301、あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。ミレイちゃんから見てその 10%、 そうなんですよ。紫、ピンク、水色、1、2、3、紫1本目、ピンク2本目、真ん中、水色最後って感じなんですね。ロイさん、タコありがとうございます。ママの生写真はないです。ママの生写真はカレンダーが5月バージョンに、そうなんですよ、これね。また他に送りたいと思います。あ、俺も仕事するわ、させ、え、大丈夫です、大丈夫です、頑張ってくださいね。6000人いったら公演曲をセットリスト順に全部踊るとか、はあ、疲れるですね、それは。これは疲れますよ。ママいくつ？ママいくつ？内緒です。ご想像にお任せしますいつ12歳？また来年の3月ですはじめまして、 SK48 の越大見に行きました。どんぐりっこさんありがとうございますありがとうございます。越大なんてありがとうございますね。パールちゃんはピンク1本そうですね。いや、ピンク3本かもうピンク8本ぐらいですね、これは。もうママは公演デビュー済みそっちかいな3本持つ練習始めます頑張って頑張ってください皆さん私もじゃあダンス頑張ります、張り切って。ちょっと用事でお先に、ありがとうございます。またね、またね、またね。トークうまいね、すんなすんな、ありがとうございます。3本買わないと購入購入。みんな E メールでパールさん送ってくれたらプリントアウトして生写真に、あー確かに確かに、それも OK ですね。ミレイちゃんと誕生日3日違いだった、キリどっちだろう、3月7日か3月13日どっちかだね、どっちかですね、どっちだろうミレイちゃんっぽいアバターにしてみた、おお女の子だ、イエーイイエイイエイ。カレンダーホーム画面に設定してはありがとうございます。まさくんさん、かわいい、ありがとうございます。5月の6画面変えなきゃ、ありがとうございますね。カラオケでない曲あるから、そうなんですよ、そうなんですよ、水色買わないと、イエイお母さんさん、ハートありがとうございます。パールちゃんの生写真もありますか、だから売りませんってショールーム公演も楽しいよ、ありがとうございます。よしよしママはミレイちゃんのお姉さん違います、ママのおしめ増えすぎ、確かにパールちゃんは両手必要、確かに8本だからね3本持ちは慣れてる、すごいすごい。化粧してる、あ、今日化粧してないです、今日化粧してないです、今日はリップしか塗ってません、あとチック2つしか塗ってませんよ。 SK ファミリーの会員番号勝手に301なのっていいですかどうぞどうぞ、いいいいママの生写真希望だから、ママの生写真はありませんって。パールちゃんって、あ、パールちゃんはですね、このこちらの実名ふわふわトン様らしいです、あの聞いたんですけれども、こんな感じでふわふわトン様っていうの名前なんですけど、名前だったらしいんですけど、私はね、その前にね、名前をパールちゃんとつけまして、ここにパールがついてるから、なのでこの子はパールちゃんということでいきたいと思います。お兄ちゃんのファンも、お兄ちゃんのファン、うん、政府は開発中の薬でレムデシビルをコロナの初めての薬として早ければ5月上旬に承認する、おお、重症者に使用する、お、すごい、おめでとうございます、おめでとうございますっておかしいか、うんすごいすごいすごいな、ミレイちゃんかわいすぎてカレンダー画面に入りませんありがとうございますね。そんな奇跡の流星群カラオケに なかったから入れてほしい、本当ですよね、好きなんですよ。 K2 の公演曲は結構カラオケに入ってるみたいですよ、そうなんだよ、1万7000突破、あ、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。ママのサイリウムカラーは何色、
お母さんでも紫好きだからね、紫でよろしくお願いしますね。ナンバープレート301増えそう。確かに。なんで確かに聞いたんだ今私は。なんで今確かに聞いたんだ私は。一緒に歩いてて姉妹に間違われたことある？でもそんなことないですよ。お母さんのファンクラブ入ります、イエーイ。キャッチフレーズは固まりましたか？あの今まで通りに行こうかなと今思ってます。でもマネージャーさんに相談中です。別名とんかつ、イエーイ。ちょっと、とんかつじゃないですよ。青汁飲んでるの？お茶です、麦茶です。ちょっと今見えないけど、あーっとちょっと、あ、見えた。ランドセルにも名前あるんですか？ランドセンジャーという名前でございます。あれ？それは私が変身したランドセンジャーになった。ランドセルどうしようかね、今絶賛募集中でございます。なるほど、最近ファンになったので知らないことばかり、ありがとうございますね、もう本当に。チャニーさん可愛い、ありがとうございます。真珠が無駄じゃないパールちゃんですね。いつからん、ちょっと待って、あれどれだ、ごめんなさいね、間違えちゃった。お母さん、お母さんも SKE のオーディション受けましょう。いや無理ですね、それはさすがに。ミレイちゃんが踊ってる時にランドセルのロック外してみたくて辛い。ちょっとそんなことしたら、あの最後のカンガルーのこういう時にポーンって穴っちゃうじゃないですか。それはダメですよ、それはちょっと危ないですね。サーナさんハートありがとうございます。兆しですね、あれね、あのマジよね、あそうか、あれカラオケないんだった、確か。久しぶりに名古屋に行きたい。まだ観覧車ある？観覧車、あのサンシャイン境、ありますよ。お母さんさんハートありがとうございます。お母さんリアルカフェやればいいのにな。視聴者プレゼント、イエー、こにゃにゃちわ。照れちゃう、どうして。どんぐりこさんハートありがとうございます。変身チンジャーは、あーなるほど。変身チンジャー、これのことかした。えのことかした。ダンスさらに上手くなったんじゃない？そうですかね、ありがとうございます。ミレイちゃんの強がり時計パフォーマンス、強がり時計でも入ってるかわからないな、ちょっと今度確認してみますね。イルさんアイスクリームありがとうございます。ランドセルある。お母さんさんハートありがとうございます。初見よろしく。キボーさんよろしくお願いします。初見さんありがとうございます。ランドセル攻撃受けてみた。ハート100突破どんぐりこさんありがとうございます。どうございます。てんゆさんかわいい、ありがとうございます。ランドセルにパンチ入れて踊る、そしたらやばいですよ。観覧車乗れないから辛い。ね。たくちゃんさんハートありがとうございます。こんにちは、てちゃんさんこんにちは。こんばんは、あもうこんばんはの時間、あ本当だ、もう5時だ。こんばんは、また来ました、こんばんは。たくちゃんさんこんばんは。紫色が好きなの？紫色、そうですね、紫色が好きですよ。こんばんは、15夜リコ文学少女さんこんばんは。リセット、へえ、そんな歌が、おお。鈴木さんハートありがとうございます。まさくんさん柏餅ありがとうございます。手足長いと感じるか、身長は、プロフィールから2センチ伸びて152センチです。忘れた頃にニャンコスさんニャンコスさんも封印ですからね、これは封印ですから、顔はもう封印。髪の毛の見せ方がうまい。ありがとうございますね。鈴木さん柏餅ありがとうございます。キラーン。ニャンコスターはメール写メでまた、そうそう、たまに来ますね、たまにね。12月のカンガルー2番からランドセル背負うのは考えられてますね、そうですよ。こんにちは、テケテケさんこんにちは。4月ももうすぐ終わりですね、そうですね。ね。KD4 さん、誰もありがとうございます。今読んでる小説。うわー。今読んでる小説か。
まあ小説でもね、今まで小説か、別に何読んでたっけな。最近忙しくてあんまり読めてないんですよね。読みたいけど、あのっていうか本屋さんに行けなんで、あの買いたいんですよ、早く早く買いたいよ私は。だから最近読んだものがないんですよ。う、今日はマスオさんやりますが、今日マスオさんはやりませんよ。リセットは公園で、あ、そうなんですか。おお、リセット公園、なるほど。よしくんさん、かしわもちありがとうございます。封印と言いつつメールで送ってくれるサービス。カーショーさん、ハートありがとうございます。今日もあったような、今日もほっ。ミレちゃん、もうニャンコスター懐かしい世代。あ、今日もあった、あー昨日の夜ですね確か。そう、でもやってような気もしないでもないでもないですね。半年前よりさらに可愛くなってるね。ありがとう。